い、素敵なあなたへ。現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日はですね、ズバーンと言いたいことを言うテーマでやっていこうかなと思ってるんですけど、もしあなたの人生がですね、全然うまくいかないなとか、あれ思った通りの現実じゃないなってなってる時に、何が起こっているのかっていうのをお話してみようかなと思うんですね。理由はね、いくつかあるんですよ。まあ多い理由をちょっと取り上げてみたいと思うんですけど、あなたがもし今うまくいってないなっていう時に、まずその自分をこう客観的に見ることをやってますかっていうところが一つですね。どういう状態なんでしょう、そういう状態って。というのが、うまくいっていないっていう時はですね、基本的に物事って起こることがただ起きてるだけなので、いいも悪いもないんですよね。いい悪いっていうのを判断してるのはあなたなんですよ。ということはですよ、例えばうまくいってない状態の現実が今目の前にあったとしますね。で、そしたらそのうまくいっていないなって判断した時点で、その出来事はうまくいってない出来事になっちゃうってことなんですよ。ついてるついてないもそうなんですよ。あー、こんなついてないことばっかりいっぱい起きてっていう出来事がこう続くとしますね。それをそうやって判断してしまった時点で、それはもうそうなってしまってるんですよ。意味わかります？出来事がうまくいってるかうまくいってないかというわけじゃなくて、そのただ起きた出来事をあなたがうまくいってるかうまくいってないかを判断してるっていうだけのことなんですよね。例えばじゃあ M1 で M1 のチャンピオンになるかならないか、あなたがお笑い芸人だったとして M1 を一生懸命狙ってますね。決勝戦にも残って、あとはじゃあ上位で3位を決める時になったという状態です。1位あなたが選ばれなかったとしますね。ところがあなたは2位になったんですよ。で、まあ3位ではなかったという状況だったとして、いわゆる2位なんですよね。あなたは1位になりたかったけど2位なんですよ。これラッキーと取るか、ついてないと取るかなんですね。1位になり損ねた、うわもう終わったってなるのか、やった2位だと、これはちょっとチャンスだぞと、過去のその M1 のチャンピオンたちの中で1位ではなく2位ですごいブレイクした人たちいっぱいいると。逆に1位になったにもかかわらずブレイクできてない人たちっていっぱいいるなって分析があったとしますね。だとしたらあなたは2位の方がなんてついてるんだ、1位じゃなくて逆に良かったよって思うこともできるわけですよ。じゃあもう一回話戻しますと、うまくいってないという現実があったとした時に、これが M1 の1位を取れなかった現実とちょっとリンクさせてほしいんですね。うわ、こうならなくてよかった、逆にこの今のこのちょっと若干微妙にうまくいってない状態だからこそ、これから先の半年後がやばいことになるぞという状態に自分が捉えることもできるわけですよ。そうなった時何が起きるかっていうと、本当にあなたの現実ってその出来事で良かったと思わせてくれるような未来に連れて行ってくれるわけですよ。だからうまくいかない時にあなたに何が起きてるかっていうと、全部物事を悪い方にしか判断してないってことなんです。いい方に判断すればいいんです。どんな状況であっても、どんな状況であっても、あーこれは何かの伏線だなみたいな、これ回収するためには今これ体験しておかないとダメだよね、そうだよね、うんうんうん、わかるわと。だから今この微妙な、いけてない、うまくいってない現実が今ここに来てるのね、 OK と、もっとすごく良くなることが起きるのねと判断することもできるわけですね。まあ、あともう一つは単純に、うまくいかない時って何が起きてるかっていうと、あなたのそのうまくいくための行動が全然できてないっていうことです。これもちょっとすごい単純な話なんですけど、例えば収入が上がらない、なんで私こんなに頑張ってるのに売上とか収入上がんないのかしらっていう状況、うまくいってない状況ですねがあったとしたならば、何が起きてるかっていうと、単純に売上が上がる、もしくは収入が上がる行動をしてないだけです。あ、私の内側の何が悪いのかな、私の思い込みの何が悪いのかしら、固定観念かしら、価値観かしらとかじゃなくて、ただ行動できてないっていうだけの場合があるってことです。だからやるべきこと、やれることっていうのを もうとにかくやったらいいんです。そしてやる上で全てをいい方に捉えていったらいいんです。もうこの2つが掛け合わさるだけでうまくいかないことがなくなります。はい、全ての物事をいい面で捉える、悪い面で捉えることももちろんできるんですけど、いい面で捉えるんです、どんな状況であっても。そしてとにかくやるべきこと、もう片っ端から行動する。そしてたくさん失敗しないとダメです。失敗を失敗だと思ってるうちはまだうまくいく体験までまだまだってことです。その失敗をただの行動だと思えた時に、どん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 あなたの元にうまくいく出来事が見え始めてくると思います。もう今まででも起きてるんですけどね、起きてるんですけど見え始めてくると思います。ということで、ちょっとありましたでしょうか。うまくいかない時にあなたに何が起きてるのかっていうところはですね、悪い方にしか捉えてないんですよっていうことと、
行動できてないんですよっていう、この2つですね。一番言いたかったのはこの2つです。はい、ぜひですね、あれ私じゃあちょっと捉え方もうちょっといい方に変えていこうとか、あ、行動できてなかったんだ、うまくいくために行動ができなかったんだっていう風にもう一回ちょっと改めて自分の行動を振り返ってみるとか、そういうきっかけになれれば嬉しいなと思います。はい、今日の動画はいかがでしたでしょうか。少しでもですね、良かったですとかいいなと思っていただけた方はですね、ぜひ、グッドボタンですとかチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。こちらすごく励みになりますので、ぜひ、登録、そしていいねボタンしていただけると嬉しいです。でまたですね、動画下の概要欄、こちらの方に LINE 登録 の、 リンクを貼っておりますので、ぜひそちらからもですね登録をお願いいたします。こちらはですね、人生をよりよく生きていけるため の、 エッセンスを含めた限定動画をプレゼントしております。ぜひですねこちらも受け取っていただいて、ご活用いただければ嬉しいです。そして、質問や感想などはお気軽にコメント欄の方にご記入ください。それでは上手に現実シフト、望む現実へ、シフトしていけるように、このチャンネルがお役立ちいただけるように楽しんで私も、配信していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。